extra name. あんま目立たんそうな番長。ちょっととりあえず絆2を抑えます。終了、どうしようもない。天井ない方がいいんでディスク打ちます。もう残り時間もそんなないんで。残り時間も少ないのでディスクアップであと遊んで終わりたいと思います。お、あ、確かに。260ゲームちょっと早かったな。よし、追加1000円で1万5000円です。相当しビッグ。よし、てこ乗った。58ゲーム、ダンスタイム入んないんだよな最近。最近マジで入らんのダンスタイム。今3連続で入ってない。おーし、ギリギリレギュラーっぽい気がするけど。あー違った。よーし、ギリギリハイパー出ました。56ゲーム、ギリギリやった。52ゲーム、いい感じ。見てないんだよな最近ほんと。シンディちゃんとか、おお、またか。もう割れんやろさすがに。お、デザイナーでチェリー。あ、バーソルちゃった。これレギュラーか。お、赤7、いいですね。バー77ゲーム。35ゲームあんま乗らんかったけどいいでしょう。たまには。あー、あ、これは。おー、また当たってしまいました。20ゲームで。あー、レギュラーか、さすがに間違えた。
ギラボなし。いい、全然。またダンスタイムついてくるから。君しかいないのかよ。じゃあ十分940枚ゲットです。これでやっと今日4回目、今日トータルで通常時4回目のバジリスクチャンス。失敗。お、やった。ああ、レギュラーしょうがない。304ゲームレギュラーボーナス。ちょっとハマってレギュラー。あ、当たってた。いやでもレギュラーな気がする。いやいや、おお、よかった、びっくりした。よし、153ゲーム赤7。全然怖かった。32ゲームサバギは入ってくれ。書いてないんですよ、私。全然ダメや。263枚出てない、出てない。私もそろそろやめてもいいかな。え、今番長3の後何売ってたんですか。今ディスクでちょっとだけプラスなんで。あ、え、トータルはサマイだとちょっとだけプラスなんです。マジで、ちょっとこれやばくないですか。バジリスクチャンスが400分の1なんですよ。やば、重すぎて。でも4回中2回は AT に入ってるんですよ。で、設定資産も出てて最悪です。やめるにやめれない。へえ、ちょっともうちょっと回すんでちょっと待っとってください。はい、はい。さあ、これで30本使い切りました。もう30本使ってダメだったらやめようと言ってたんですけど、さすがにここでやめるわけにいかんでしょう。ここまでは行きましたよ、ここまでは。これね、こんなところでやめたらまあ当たるとは限らないけど、何のためここまで回したかわからんくなる。あと80ゲームで天井です。さあ、バジリスクチャンスが終わって、まあ、相変わらず当たってくれませんでしたので400ゲーム過ぎてるんですけど、796ゲームということで、まあ、天井の800ゲームまであと、これであと4ゲームですね。 AT 終わって2回目のバジリスクチャンスは結局自力で迎えられず、ゲーム数で迎えることとなりました。さあ、この後の同色をAT にしっかりつなげられるかどうか。投資が33本からここは天井での当たりになります。当たってくれないんですよ、本当に。この台は厳しい。この前が380、その前が310、その前が426と、まあ、ことごとく300を超えてからしか当たってありませんでした。さあ、いきます。 AT 終わって2回目、だからこれを AT につなげないと話になりませんね。
AT 行かなかったらもう終了です。頼むよ。 LED 緑ですね。よし、源之助で行こう。大丈夫やろ、こっから行こう。ちょっと、いや赤まで行かんとちょっと怖い。あー、源之助、これもらいました。さあ3回目、ラストチャンスです。ラストチャンス決めてやるよ。33本でしょ、大変だけど。さあ、そしてここおぼろスタートですね。シナリオも期待したい。分回します、ちょっと時間ないんで分回します。ここからー大丈夫か、これ1セット目大丈夫とは言えないですけど、まあ1回目の AT ね、このステージで終わらせてしまってるんで、まあここは大丈夫でしょう。よーい、当たれ当たれ。あ、いいんじゃない。そろそろこうバジリスクチャンスがね、偏ってきてもおかしくないですもんね。ここまで BC 感はまってしまってたんで。さあ、まずはバジリスクチャンスで1セット目クリアです。これで、まあ、3セット目までとりあえず確定しました。いい感じです。2セット目入ります。そういえばあんまり僕夢を見ないんだけど、昨日夢に陰陽座出てきたな。なぜか目の前で歌ってました。今思い出した。だから何って話ですけど、今思い出した。絆2に座るべくして座ったのか今日は。それならまだまだ勝負はこれからと言いたいとこなんですが、もう残り5分ぐらいしかありません。どこまで出せるかな。さあ、バジリスクチャンスあれば4セット目まで確定ということになりますけど、今の強チェリーが刺さってる可能性はありますよ。上がれ。バジリスクチャンスありませんでした。さあ、これで3セット目。いやー、高確率が絡んでくれないな。夕方、さあ3セット目のバトルです。いやー、普通だなー。おー、よかった、いた。3セット目クリア。4セット目、ここですよね。ここでバジリスクチャンスを引いて次セットにつなげられれば、まあまあいい勝負になってきそう。共通ベルだ、共通ベル。今日はめちゃめちゃ共通ベル引いてきてるぞ。ここまで通常時はそれを AT 中にも行ってしっかりチャンスを生かそう。びっくりした。さあ、ここは
太陽役ではないですけれども、もう演出的にですよ、もらったも同然でしょう。ここも巻物、さあバジリスクチャンス当選です。はい、ちょっとねまだ NT の方は続くんですけれども、一応このバトルは制限時間3時間の中でのバトルとなっておりまして、ここで制限時間来ましたので、一旦エンディングを取らせていただきたいと思います。まあいずれにしても平山さんには勝ててないと思うので、一応まあ33本の投資に対して450枚ぐらいありますという報告でやらせていただいて、でエンディングが終わった後に僕はまたこれ続きを打ちたいと思いますので、ちょっと一旦ここで750枚あるかな、微妙かな、ここでしょ、あーちょっとないかな。はい、実践終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやーなんか見た感じ最初番長3行かれたじゃないですか、はい、かなり厳しそうなスタートだったんですが、ちょっと僕も自分の台に必死になってしまって状況知らなかったんですが、はい、どうでした？いや、あの番長はちょっと隣の台が良さそうで、はい、私の台はちょっと偶数かなみたいな感じではあるんですけど、うんうんうん、まあ、でも初当たりは引きました。一応ちゃんといただきジャーニーには行ったんですね。行きました。で、出ました？出ませんでした。出ませんでした。はい、だけど番長3じゃマイナス、はい、番長3で1万4000円使った後に、はい、得意のディスクアップに移動しまして、それが1000円で当たりまして、はい、投資が1万5000円、はい、回収765枚ということで収支プラス15枚ございました。え、っていうかディスク強すぎません？ディスクすぐ当たるんですよ、ね、この間もなんか、はい、1000枚ぐらい出されてましたし、はい、今日1000円で当たったんですか？そうなんです。最初からディスク打っとけって話ですよね。いや本当毎回ディスクでいいです。でも分かる、なくなっちゃうけど今日は抽選早かったじゃないですか、はい、しかも結構番長3とか、まあ、寝台とかその辺の人気機種に結構お客様殺到する日だったんですよ。だから抽選早いならちょっと番長3もありかなって思う気持ちは分かるんですけどね。いやそうなんですけど、やっぱね番長3得意じゃなかったんで言ってましたもんね、はい、番長3普段あんまり打たんけど、はい、あんま得意じゃないけどこういう日なら行ってもいいかなみたいなと思ったんですけど、やっぱダメでした。なるほど、はい、若干プラスということで、ちょっとプラスなんで良かったです。はい、私シーサーはですね散々でございまして、あら、まあ一応ね222人撃破で2以上のシーサー出てたんですけれども、バジリスクタイムの当選率もかなりいいんですよ、うん、バジリスクチャンス4回に対して2回当選と、おで5回目のバジリスクチャンスも AT 入ったんで今5の3でバジリスクタイムに入ってるんですけど、どう肝心のバジリスクチャンスが重たすぎて、あそこはもう筆記ですからね。500分の1ぐらいです。うわ、だから投資が3万3000入ってるんです。3万3000で終了直前にもう1回 AT に入ってそれを今消化中というところなんですよね、うん、なるほど。ただ全然マイナスなんで、うん、一応今回のバトルは平山さんの勝利、時間内に、時間内では平山さんの勝利ということになりますので、はい、平山さんの勝利を予想された方の中から抽選で5名様に、アマギフの方をプレゼントさせていただきたいと思います。ただね僕はまだ AT 残ってるんで、完走したらもう逆大逆転ですから。それが800ゲーム回して AT 入ったんで有力感700ゲームしか残ってなくて、あら純増がまあ3枚弱なんで、どう考えても、どう頑張っても2400枚出せなくて、まあ1000枚出せればいいかなというところなんですが、ちょっと僕はこの後悪あがきしていきたいと思います、うん、はい、というわけで今回のチョイスインデックス、ちょっとねなかなか厳しい展開になりましたけれども、まあ終盤僕の方もこっからいけるかっていう雰囲気はあったし、できればちょっとこの後のね AT は素材に収めていこうかなと思いますので、うん、ちょっとこの後おまけ風に使われているのかがっつり使われるのか分かりませんけれども、そちらの方もですね見ていただけたらと思います。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。うわー5セット目超えれない。おー超えました。6セット目、多分この5セット目の青が色矛盾で継続だったと思うんですよね。シナリオはまあ安定か超安定ではないかと思ってますけれども、だからここも多分夕方でしょう。黄色、
うん、そうですね、まあ、安定かな。さあ6セット目超えたいセット。727枚6セット、半分ぐらいか、これで終了です。はい、というわけで、まあちょっと期待しましたけどそこまで伸びず、ただ3回目やっとまとまった枚数は取れたので良かったと思います。交換します。